ユタ軍はアメリカ合衆国ユタ州の中部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は516,564人であり、2000年の368,536 36人から40%増加した。軍庁所在地はプロボシであり、同軍で人口最大の都市でもある。1852年に設立され、軍名は ユト族インディアンに付けられたスペイン語ユータにちなんで名付けられた。ユタ州の人口重心はユタ軍のリーハイ市内にある。ユタ軍の全体はプロボーレム大都市圏に属している。ユタ軍はアメリカ合衆国の中で州と同じ名前を持つ7つの軍の一つである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は2141平方マイルであり。 このうち陸地は1998平方マイル、水域は143平方マイルで、水域率は6.66%である。セーラム郊外から眺めたユタバレーの部分ユタバレーが軍の中央を占めており、東はワサッチフロントの山岳部である。ユタコがバレーの多くを占めている。標高は最低地点が4487フィート、最高地点は ネボさんの11.928フィートである。プロボシの歴史的中心外軍政府は選出される3人のコミッショナーで構成される軍政委員会が担当している。他の選出される役人として、軍保安官、軍事務官及び軍検察官がいる。2011年時点のコミッショナーは、ゲイリー・アンダーソン、ダグ・ウィトニー及びラリー・エラートソンである。エラートソンは2012年に、 他の二人は2014年に開戦予定である。2006年に州内で発生した西ナイル熱100症例のうち43例が軍内で見つかった。この病気で二人が死亡し、住民からの要請もあって、ユタ軍健康部が科目除計画のためにスタッフを追加雇用した。その動きにもかかわらず、このビールスを運ぶ、ュのカは軍内で20%が感染していた。 ユタ軍の人口が増加したことで、2011年に、ユタ州議会の上院で1議席、下院で2議席の割り当てが追加された。週刊高速道路15号線コア計画は、ユタ軍のすべてを通る、週刊高速道路15号線の車線を増やすもので、ある。この拡張で24マイルの高速道路ができ、観光は2012年12月が予定されている。ユタ軍は、 アメリカ合衆国の中で最も共和党寄りの州の最も共和党寄りの軍だと言われてきた。1992年アメリカ合衆国大統領選挙でジョージ HW ブッシュは軍内の票の獲得数が1位、ビル・クリントンは第3位だった。2004年アメリカ合衆国大統領選挙ではジョージ W ブッシュが軍内の85.99%を獲得した。 2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョン・マケインが58.9%を獲得して、バラーク・オバマを破った。ただし、州全体でマケインは28.1%差で勝利した。ユタ州内で他に8つの軍がユタ軍より高くマケインを支持していた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ユタ軍内にはアルパイン、 プロボ及びネボの3つの教育学区がある。大学は、ブリガムヤング大学とユタバレー大学の2つがある。ワサッチ山脈のティンパノゴス山、ユタ軍内の大半から見られる軍内の詳細都市名の後のッコ内は法人化年を示す。ありがとうございます。